はい、こんにちは、タカです。この間のモノマックスの付録万年筆とボールペンの、このボールペン、これね、いまいち書き味良くなくて、で、コメントでサラサのリフィルが使えるに交換したっていうね、コメントがあったんですけど、交換してみました。これ、このコーチの付録のボールペンに入ってたリフィル、もうすでにちょっとね一回変えてみたんですけどね。でこっちにサラス、これサラサドライですけど、サラサドライの芯は今僕サラサグランドに使ってるので、サラサグランドの芯をこっちに入れたやつをこっちに入れた。うん、ちょっと分かりにくいですけどね。はい、これがサラサのリフィルね。これ形がほぼ同じ、こんな感じね。うん、若干このサラサが太いかなという感じしますけど、まあ別に。うん、で、ちょっとねペン先の出方が違ったんですけど、これ元のね、うん、この先がねこのぐらい出てる、まあいいバランスだと思います。でそのままサラサのリフィルを入れると、ちょっとへっこんでる感があるけど、まあ特に書くのに問題はないですね。うん、ということで、あ、これ無印のね。うん、これでねこのボールペンストレスなく書ける。うん、いい感じの書き心地になりました。サラサ以外でもこの形のリフィルってあるのかな。ちょっとあんまり僕ボールペン事情は詳しくないんであれですけど、でちょっとサラサのサラサドライの方にこれを入れてみると、これこのノックがねすっごいやりにくい、なかなかノックしてくれなくなった。結構押してもノックできないんですよ。さらにこっからうっといかないとノックできない。うん、ちょっとねこのリフィルをサラサに入れると使いにくいと思います。あ、なんか今は大丈夫だな。うん、でもやっぱり
サラサの芯は書きやすいな。はい、ということでね、これ取り替えてみました。ちょっとサラサの方は使いにくくなるけど、こっちは書き心地いい感じになりました。